Thank you.
買い出しご苦労。君の帰りを待っていたところだ。見ての通り依頼人がやってきたんだね。こんにちは。こんにちは。ジュリ、君は何を言っている。こちらは依頼人の上白優子。それでは上白優子さん、今回はどのような調査をご依頼ですか？はい、私の父について調べてほしいんです。上白悟さん、上白エンタープライズの前社長ですね。はい。昨年お亡くなりになった。自殺だったと報道されていましたが。違います。違うんです。お父さんは自殺なんかしない。あ、すみません、大きな声を。いえ構いません。それでなぜ自殺ではないと。何か確証がおありですか？確証はありません。だからこそ調査を依頼したいんです。なるほど、ごもっとも。手がかりはおそらく先日調査していただいた山科誠。彼は昨年まで上白の研究員でした。父の死と時を同じくして退社し、そのまま行方をくらましてしまった。それで山科が父親の死に関係していると考え。はい、直接関係はないとしても父の死についてきっと何かを知っていると。我々に山科誠のことを調査させたのは今回の件を依頼する。すみません、周囲にたくさんいるような気がしてつまらない小細工を。その失礼しました。いや、素直に答えていただけたということは信頼していただいている何よりの証です。お父上の調査引き受けましょう。ありがとうございます。ちょっとすみません。もしもし。はい、いえ特に問題は何も。はい、はい。違います。私一人です。わかりました、すぐに戻りますから。リエさんは本社で待っていてください。では。すみません、急用ができました。そのようですね。調査は休んじて我々にお任せを。よろしくお願いします。では。これはかなり大掛かりな調査になりそうだ。本腰を入れて当たらねばな。うまくすれば上白の過去や内部事情も暴くことができるだろう。又吉刑事にもご足労願うとしようか。
では調査を進めよう。私は再度山科誠の情報を洗い直してみる。その間君はもう一度山科誠の自宅を訪ねてみてくれ。新しい事実が出てくるかはわからないが、ま、ダメ元だよ。ダメ元、うん、ダメ元か。いや、すまない、大したことではないよ。ダメ元、ご存知の通り、ダメで元々が略された言葉なのだが、彼はこう言っていた。ダメでも友と、これを略した場合ダメ友になるのではと疑問に思っていたものだが、なかなかどうして粋な趣のある表現だと思わないか。そう深く考えるものでもない。それこそ無粋というものだ。さて、無駄話はこれまで。調査を開始。
おう、助手君、探偵家業にはもう慣れたか？なんだその顔は。俺がここにいちゃいけねえみてえな顔だな。わけは京ちゃんが話してくれるぜ。実は妙なことに当時のナイルコープの調査資料が見つからなくてね。それで当事者ご本人にご足労を願ったというわけだ。見つからなくて当然だ。調査資料の一切合切を上城が保管しているんだから。上城が？京ちゃんを前にこんなこと言うのは情けねえんだが、俺たちはそうするしかなかったんだ。あの疑惑ですね。ああ、当時上城がナイルコープを不正買収した疑惑が持ち上がった。俺と京ちゃんの親父さんとで調査を進めていたんだが、ちと問題が起こってな。問題とは？上から圧力がかかってきやがったんだ。おかげで俺たちは調査を断念せざるを得なくなっちまった。その時お咎めなしの条件として調査資料の全てを上城側に渡すことになったのさ。上城が手を回した自ら黒と言明しているようなものですね。それも暗黙の了解だったわけだ。闇の深さを思い知った俺たちはあえて騒がず資料の保管先の追跡に専念した。親父さんが亡くなった後も追跡は続けている。今資料は上城のメインサーバー、アバロンサーバーの奥深くに保管されているよ。おそらく上城の社員たちが機密情報データベースと呼んでいる電脳空間だ。まあ追跡といってもデータの所在をこの目で確認しているわけじゃない。あくまで周辺操作で得た情報からの推測。つまりただの勘だがね。十分なお墨付きですよ。ではそろそろ預けていたものを返してもらうとしましょう。いや、しかしだな京ちゃん、相手はあの上城だぞ。世界にその名を轟かす大企業の厳重なセキュリティをどうやってかいくぐるつもりだ。ここは慶明苦闘の故事に習いましょう。閉ざされた門は強行突破ではなく策略を持って相手に開けさせれば。おいおい、そんなことが可能なのか。不可能を可能にしてこそ探偵冥利に尽きるというものですよ。なに、こちらには慶明
鶏の鳴き声を真似る名人がいます。神城への侵入にはその人物の力を借りましょう。ちょうど時間だ。失礼します。今回も時間通りの来訪ですね。依頼人の神城優子さん。あの、調査に進展は？神城優子？ひょっとして神城前社長の？そうか。神城の親族なら誰にも怪しまれず本社内へ。誰ですかこの人？お嬢ちゃん、頼む。力を貸してくれ。そういうことでしたか。どうかな。ぜひ調査に協力してもらいたいんだ。それは構いません。私もあの疑惑についての真相は知りたいですから。おお。ですが私は未成年という理由で社内での権限が大幅に制限されています。私にできるのはおそらく本社ロビーに招き入れることくらいです。そうですね、学校の友人を見学に招待するという名目でなら本社ロビーまでは怪しまれずに連れていけると思います。まあ俺や京ちゃんじゃ友人ってのは難しいだろうな。下手すりゃ面も割れてるかもしれねえ。助手一人送り込めれば上々だ。よろしく頼む。しかしそこからどうやって機密情報データベースへ？何か手段があるんですか？この人が仮にウィザード級のハッカーだったとしても不可能だと思いますけど。そういうことだ、神城優子さん。そこは電脳探偵の領分、任せてくれたまえ。わかりました。では手配します。で実際どうすんだ京ちゃん。侵入方法ですか？それについては考えがあります。おお。とある依頼でちょっとしたプログラムを入手しましてね。知人の手を借りて助手専用にカスタマイズして使おうと思います。では早速準備に取り掛かろう。助手くん、まずは三神楽未来の元へ向かってくれたまえ。先方に話を通しておく。司祭確認はそちらで頼む。Thank you.
もう遅い、待ちくたびれちゃったよ。あんまり遅いからウルトラスーパー心配しちゃったんだよ。あ、別にあんたの心配してたんじゃないんだからね。勘違いしないでよね。あの、一応友人のふりをしていただかないと。それらしく見えるように。ひょっとしてちゃんとできてますよね、友人のふり。いわゆる学友って一般的にこんな感じですよね。え、それは妙ですね。友人に関する参考資料を間違えた。え、いつも通りでおっしゃる意味がよくわかりませんけど。そんなこと言ったら私とあなたがすでに友人みたいじゃないですか、うん、あ、なるほど。今のがかの有名なあえて滑るギャグ。やりますね。白痴すぎて私、形ばかりの塗りツッコミを忘れてしまいました。と言いますか、あなたもちゃんと勉強してきたんですね。少し見直しました。とにかくようこそ神城へ。さ、ロビーを見学するふりをしましょう。案内するふりをしますから。え、ここから別行動？でも本当にどうやって侵入するんで。え、消えた。アバターもアカウント情報も。おや、有効お嬢様、お友達はどちらへ。え、お友達はそのかくれんぼしてます。え、かくれんぼ。そうです。何か問題が。いえ、問題と言いますか、かくれんぼには適した環境でしょ。ここは広いですから。ああ、そうですね、うん、広いですもんね、ここ。ちなみに私が鬼です。そうですか。頑張ってください。はい、必ず見つけてみせます。その息です。それでは健闘をお祈りしてます。お友達にもよろしくお伝えください。よろしくと彼が。アカウントをシールするプログラムですか。しかもデジモンプログラムによるハッキングスキル、完全に違法ですよそれ。でもあなたや京子さんの言う両軍は確かなもののようですね。安心しました。用が済んだらここで合流して外へ出ましょう。あまり長く時間をかけないでください。かくれんぼでごまかすのはさすがに限界がありますし。では後ほど。
みんな、行くよ。みんな、行くよ。
守備はどうかな。通信先が消失しているところを見ると、助手は作戦行動中のようだが。はい、騒ぎにもなっていませんし、今のところ順調かと。うん、なかなか手際がいい。ええ、私も少し驚きました。あの人がここまでデジモンプログラムを使いこなしているなんて。いや、君のことだよ、上白優子さん。え、社内見学の手配といい、所持への対応が正確で素早い。よほど手慣れているように見える。君は一体何者だ？そう言われても、私は私です。他の何者でもありません。うん、ん？まだ何か？ああ、これはやられた。今のは？まずい事態になりそうだ。どうやら会話が盗聴されているらしい。おそらく現実世界の君のデジバイスに盗聴プログラムが仕掛けられているのだろう。もう少し早く気づくべきだったが、特殊な周波数帯を使ったかなり巧妙な細工だ。相手は相当のやり手だ。盗聴？そんな、うん、不本意ではあるが、ここは早々に引かせてもらおう。勇気ある撤退というやつだ。急がば回れ。この種の作戦は地道に焦らずが基本とすべき精神だよ。でもまだあの人が中に、うん、作戦の中止を伝えることは難しそうだな。何？私の助手だ。自分で何とかするはずさ。そんな他人の心配をしている場合じゃない。君もここは引き下がりたまえ。私は助手の透明人間化の効果が失われるのを待つ。脱出時足跡を消すなりごまかすなりのことなら外からも可能だろう。とにかくこれ以上の会話は危険だ。通信を切らせてもらう。あいつも人使い荒えよな。おい、やめとけって。チッ、つーか意味あんのかよ。だよな、天下の上白様のセキュリティがそう簡単に抜けられるわけねえし。ビビりすぎだっつー話。マジで侵入者？ここ天下の上白様だぜ。何者だてめえ。つうかこいつどうするよ。どうするって、そりゃ始末するしかねえじゃん。命令だしよ。お前たちここで何をしている？
誰がお前たちを殺す？さあねえ、答える義務とか僕らに。ザクソンの誇りを。チョリース、皆さんお揃いで。出た、神経さんの悪魔を知る。どうもお疲れ様です、ユーゴさん。こんなところで会うなんて奇遇ですね。奇遇すぎて逆にロックですね。あー、伝わる？このフィーリング。お前まで一体どうなっている？さあどういうことかな。どういうことだろうね。逆にどういうことだと思います？つーか、おい、あんたはどうしてここにいるわけ？つうか、あれはいいわけ？すげえ、だんまりですか？そうですか、まあそうですよね。言えるわけないよね、ゆうごちゃん。オッケー、そうことよりですよ。こないだはずいぶんお世話になったっけな。あは、あん時のお礼にさ、コテンパンに乗してやっからさ。お前らおとなしく俺っちのデク人形になっちゃえば。
Bye.
ローテンション。